にちは。プチナース国士スクールの講師の大塚真由美です。合格まで一緒に頑張っていきましょう。必修問題対策講座19。今回は薬理を完璧にと題して薬物の作用・副作用について学んでいきます。イントロダクションです。まず最初に薬に関する品質ベスト5を紹介します。次にこれまでに出題された要注意薬を今後を踏まえて見ていきます。品質ベスト5です。第5位です。第5位は薬物動態です。薬物動態の基礎といえば ADME、ADME です。これは吸収、分布、代謝、排泄の英語の頭文字を取ってADMEです。それぞれを詳しく見ていきます。吸収は血液中に薬物が入ることです。分布は全身中に薬物成分が分布すること、到達することです。代謝、肝臓の酵素の働きにより薬理作用を失うか他の化合物に変化することを言います。排泄は尿中、胆中、便中などに排泄されることを言います。次は初回通過効果です。内服によって消化管から吸収された薬物は分布の前に肝臓で代謝を受けます。代謝を受けた薬物は薬効を失います。これを初回通過効果と言います。最初に飲んだ時だけではなく、2回目、3回目に内服した時もこれは起こりますので注意してください。初回通過効果では、代謝を逃れた薬物のみが薬効を発揮します。つまり、薬を作るときに、この初回通過効果を受ける薬物の割合を計算して薬を作らなければなりません。過去の出題傾向を紹介します。薬物動態で肝臓が関与するのはどれかという問いで、代謝が1回出題されています。経口投与後の薬物が初回通過効果を受ける場所はという問いで、肝臓が1回出題されています。また、薬物の吸収速度が最も速い予約方法はどれかという問いで、答えは静脈内注射が2回出題されています。このグラフは重要なグラフなので、よく見ておいてください。次は第4位です。ワルファリンカリウムです。名前がワーファリンなのかワルファリンなのか疑問に思っている人がいるかもしれませんが、一般名がワルファリンカリウム、商品名がワーファリンです。ただ、問題なので、ワルファリンカリウムからカリウムを取って、ただワルファリンということもありますので、注意してください。一般名で国試では問われます。ワルファリンカリウムの作用です。肝臓でのプロトロンビン産生の抑制によって血液を凝固しにくくします。つまり、ワルファリンカリウムは抗凝固薬です。プロトロンビンの合成にはビタミン K が必要なので、ワルファリンカリウムとビタミン K は拮抗関係、対立しています。ワルファリンカリウムはいわゆる血液をサラサラにする薬です。過去の出題傾向です。いろいろな出題があるので絞ります。最初に出血傾向に焦点を当てた出題です。手術前に投与の中止を検討する薬剤はどれか、出血傾向のある患者の禁忌はどれかという問いで、ワルファリンカリウムが出題されています。次に、ビタミン K との関係です。ビタミン K との関係では、ワルファリンカリウムとビタミン K の拮抗作用、ビタミン K を含む納豆を服用時に避ける食品として問われています。ビタミン K は納豆やモロヘイヤなどに含まれます。第3位、ジギタリス製剤です。ジギタリス製剤は薬の種類でまとめたものです。詳しくはジゴキシン、メチルジゴキシン、デスラノシドのことです。ジゴキシンは強心薬です。ジギタリス製剤の作用です。心収縮力を強める強心薬、つまり心不全の治療薬です。鬱血性心不全のほか、心房細動や心房阻動にも使用されます。心拍数を減らす作用があります。これは心房細動、心房阻動は頻脈性の不整脈なので、心拍数を減らすことによって治療しているとも言えます。これまでの出題傾向です。ジギタリス製剤の副作用はどれかという問いで、お心が2回、不整脈が2回出題されています。中毒の症状はどれかという問いで、不整脈が1回出題されています。これから出題されそうなところです。ジギタリス製剤は半減期が長く体内に蓄積しやすい性質があります。つまり、薬物血中濃度を測定する必要がある薬の代表です。血中濃度が治療域を超えてしまうと中毒域に達し、ジギタリス中毒になります。ジギタリス中毒の症状は、不整脈のほか、消化器症状として食欲不振やおしん嘔吐などがあります。心臓の薬なので、消化器症状が想像しにくいかもしれませんが、ここは覚えておいてください。第2位です。麻薬性鎮痛薬です。麻薬性鎮痛薬の名前です。過去問ではモルヒネのみの出題となっています。調布剤として、どの薬があるかということで、フェンタリンの出題もありましたが、これは麻薬性鎮痛薬としての問いではありませんでした。麻薬性鎮痛薬には、モルヒネのほか、オキシコドンやペチジンがあります。これも覚えておいてください。次は、麻薬性鎮痛薬の副作用についてです。便秘、呼吸抑制。これを発展させて、急性中毒の場合には、縮瞳、意識レベルが低下して眠り込んでしまう死眠、呼吸の異常などがあります。これまでの出題傾向です。副作用はどれかという問いで、便秘あるいは腸ぜん動の抑制で合計4回、呼吸抑制が1回出題されています。モルヒネによる急性中毒の症状はどれかという問いで、呼吸抑制が1回出題されています。麻薬性鎮痛薬の副作用は合計5回出題ととても多いので品質の部分と言えます。今、5位から2位までを紹介しました。これまで登場していないがよく見かける薬はどれでしょうか。1位の紹介をします。第1位は副腎皮質ステロイド薬です。主な作用は炎症と免疫を抑制します。それによってアレルギー疾患や自己免疫疾患の治療ができます。肝臓での糖新生を更新させます。これは血糖値の上昇につながります。この2つの作用は代表的な作用で、ステロイド薬にはもっとたくさんの作用がありますので、わからない人は必ず教科書で確認しておいてください。副腎皮質ステロイド薬の名前は、代表的なものがプレドニゾロン、デキサメタゾン、ベタメタゾンです。薬剤名はしっかり覚えておいてください。ステロイド薬の副作用についてです。血糖上昇、高血糖、満月用願望、別名ムーンフェイス、体重増加、これは身体に脂肪がつきやすいためです。続きです。骨粗鬆症です。仕組みは、骨を作る骨芽細胞の働きを抑制し、骨を壊す破骨細胞の働きを強化するために骨が脆くなります。胃感染です。免疫を抑制するため、感染症にかかりやすくなります。これまでの出題傾向についてです。薬理作用はどれかという問いで、炎症の抑制が2回出題されています。副作用はどれかという問いで、骨粗鬆症が2回、血糖値の上昇が1回出題されています。満月用願望を起こす薬として、プレドニゾロンが1回出題されています。実際の出題例です。副腎皮質ステロイドの作用はどれか。ご択なのでよく考えてみてください。答えは5の炎症の抑制です。4番の免疫の促進に引っかからないようにしてください。この4番は免疫の抑制だと正しいことになります。その他の品質事項、品質の薬を紹介します。ポイントだけ見ていきます。まず、抗がん薬です。覚えるべきことは、副作用に骨髄抑制や嘔吐があることです。骨髄抑制で起こることとして、白血球の減少、感染症にかかりやすくなります。血小板が減少することによる出血血行で歯肉出血が挙げられています。次は、狭心症治療薬です。覚えるべきことは、狭心症発作時に舌下投与するニトログリセリン、硝酸薬です。作用は血管拡張です。副作用は血圧低下です。転倒予防のため、舌下で使用するときには、立位は避けることが重要です。次はカルシウム拮抗薬です。カルシウム拮抗薬については、これまでの出題はこの1種類の事柄です。カルシウム拮抗薬の血中濃度を上げる食品として、グレープフルーツが挙げられています。次は、抗コリン薬です。抗コリン薬の種類です。アトロピン、アトロピン硫酸塩、スコポラミン、ブチルスコポラミンです。覚えるべきことの2つ目は、抗コリン薬は、副交感神経の働きを抑制する、つまり交感神経の働きを助けることです。アトロピンは、検査や手術の時に、唾液や気管支粘液の分泌抑制を目的に使用されたりします。抗コリン薬の禁忌についてです。緑内障のある患者さんについては、賛同するため禁忌です。前立腺肥大による排尿障害のある患者さんや麻痺性ルースの患者さんに関しては、排泄や消化管の運動を抑えるため禁忌です。うっ血性心不全のある患者さん、重篤な心疾患のある患者さんには、心拍数の増加により心臓に負荷をかけるため注意します。これまでに出題された要注意薬物のポイントです。3つあります。あと少しなので頑張りましょう。まず最初にカリウムです。実際の出題例です。無尿時に原則として投与が禁忌なのはどれか。はい。ここはタイトルがカリウムなので、おそらくカリウムなのだと分かってしまいますが、答えは3番のカリウムです。詳しく見ていきます。キーワードは心臓です。無尿、暴尿、腎機能が低下している患者さんにはカリウムは禁忌です。カリウムの血中濃度が上昇し、心停止の危険性があるからです。また、急速常駐すると、重篤な不整脈や心停止を起こすので、必ず希釈して、点滴静脈内注射のみで使用するようにします。参考です。成人の血清カリウム値の基準値は 3.5 から 4.5 ミリイクイバレントパーリットルです。血清カリウムが増加した時の心電図の変化です。代表的なのが T 波が高くなるテント状 T 波です。次はループ利尿薬です。実際の出題例を見てください。ループ利尿薬について正しいのはどれか。必修問題としては難しい問題だと思いますが、分かりましたでしょうか。答えは1番の作用発現が早いです。ループ利尿薬について見ていきます。代表薬はフロセミドです。右側の図でネフロンを表していますが、ネフロンの主にヘンレ系底に作用します。ヘンデ系統はヘンデループと呼ばれることから、この薬をループ利尿薬と呼んでいます。青い矢印の部分がネフロンのヘンデループです。この薬の特徴は作用の発現が早い、つまり早く効果があるという特徴があります。はい、ループ利尿薬はうっ血性心不全や腹水の治療に使われます。利尿薬なので循環血液量を減少させ血圧を下げます。主な副作用は低カリウム血症、低血圧。これはもうやったのでいいですね。高尿酸血症、高血糖。これは今新しく出てきました。難聴になる耳毒性があります。血中濃度を確認する必要性が高い薬剤についてやります。実際の出題例です。血中濃度を確認する必要性が最も高い医薬品はどれか考えてみてください。今、フロセミドをやりましたけれども、2番のフロセミドではありません。答えは3番のテオフィリンです。血中濃度を確認することを薬物血中濃度モニタリングと言います。採血して調べます。国試で重要な薬剤では以下の例があります。テオフィリン、ジゴキシン、そう状態の治療に使われる炭酸リチウムです。テオフィリンは気管支拡張薬です。まとめです。必修問題で何度も出題されている内容は確実に押さえておきましょう。今回、回数も踏まえて説明しましたので、実感ができたと思います。ループ利尿薬の代表的な副作用は、低カリウム血症と低血圧、低がつくもの2つ。高尿酸血症、高血糖の高がつくもの2つです。骨髄抑制、治療域、中毒域など言葉の理解が足りないところは教科書でしっかり調べておきましょう。今回はこれで終わります。